湘南、どうしちまったんだよ湘南。お前らなんで劇的な逆転負けしちまったんだよ湘南。先日の試合、川崎フロンターレ戦、前回戦った時、川崎を最後まで追い詰めたクラブとして自信満々に臨んだ神奈川ダービーだった。確かに前半良かった。湘南の主砲田中聡君が決めてくれた先制ゴールを奪った。これは大金星間違いなしだと思った。その速報を見て急いで家まで駆け込んで準備してダゾーン見た。しかしだ、また山根あいつから。ちょっと待って、マジかよ。しかし後半に入るとまたあの山根あいつからクロス上げられて、旗で決められて同点を抑えた。それだけじゃない、終了間際家長のクロスから知念に決められたロスタイムだ。劇的な逆転負けを消したじゃないか湘南。お前ら本当にここ数年どうしちまったんだよ。ここ最近のお前らの粘り強さあんまり感じないぞ。2年くらい前までの湘南だったらな、先制点奪ったら粘り強く守って守って守備を固めて逃げ切ったはずだ。それなのに最近は湘南ベルマーレ持ち前の粘り強さを感じない。そして終了間際になってもどんなにバテていても前線に相手敵陣のゴールに向かって走って走って走りまくってゴールを努力に狙っていく、最後まで走り抜く全力疾走の粘り強い、そして気持ちの強さを感じる湘南のサッカーが最近できていないじゃないか。山内監督の采配、まだトップリーグを指揮してまだ推進やせいか経験不足の采配が目立つ。これじゃちょっとまずい。うん、結果17位ギリ降格圏に沈んでいる徳島ヴォルティスとの差は勝ち点差1になっちまった。湘南、お前たち本当にどうしちまったんだよ。そこで俺から一つ提案がある。湘南ベルマーレフットサル部の活躍を見てみないか。現在湘南ベルマーレフットサル部は周囲に勝ち点2差と僅差で追いかけていて絶好調だ。その絶好調の理由は何か分かるか。そうだよ、久さん、そう、久光重隆選手のために戦っているんだよ。先日福岡戦の時、久と共にってキャンペーンやったよな。そう、久光重隆選手はな、小田原アリーナでな、湘南ベルマーレフットサル部を長年率いてきた。長年頑張ってきた。長年走り続けた。そして日本代表に選ばれた。まさに湘南ベルマーレフットサル部の英雄だ。現役のままガンでいなくなってしまったのは本当に悔やまれるけど、それでもヒサは俺たちの永遠のヒーローだ。ベルマーレフットサル部はな、そんな彼のためにね、全力で戦っている。その結果今絶好調だ。彼のために戦ってるからね。サッカーの方の湘南ベルマーレ、そこに一つ言いたいことがあるんだ。半月前に行われたアビスパ福岡戦、あの時劇的同点内に持ち込めた理由はいろいろとあるだろう。もちろん選手たち監督たちの交際杯とか粘り強さも光った試合だった。だが個人的には少し思うことある。そうだよ、あの時は久田智一っていうイベントをやっていた。久田の意思を受け継いで戦っていたんだよ湘南ベルマーレ。関係なくても、たとえフットサルとサッカー別の環境でも同じ湘南ベルマーレの一員だった。だからだ、その久保の思いが少なからずベルマーレの選手たちに君たちの意思に受け継がれたんじゃないか。その思いがあったから劇的同点内に持ち込めたんじゃないのか。そう、まとめるとな、今湘南ベルマーレが粘り強いサッカーができなくなっているのは
K 監督が持っていた闘魂中年サッカーができなくなっていたからだと思う。それがなくなって今粘り強いサッカーできなくなったのかもしれない。それだけじゃない。ならばだ、誰かのために戦うっていう気持ちを闘志に変えないか。誰でもいい、選手個人、そしてスタッフのみんな、誰でもいい、誰かのために戦う、その気持ちをプレーに見せてくれ。そしてそのプレーを結果に変えてくれ。そうすれば何が見えてくるはずだ。しょな、俺は待ってるぞ。12月、湘南ベルマーレが残留を決めて、歓喜の涙を流してる瞬間を、俺は待ってるぞ。じゃ、それじゃ、以上、ザッキー解散。俺は待ってるぞ。